高校生です。勉強と英語とプログラミング以外に今やるべきことは何ですか？その勉強の中でもやっぱり数学と国語じゃないかな。国語ってそんなにいいか。もう国語は高校生ぐらいだったらまあ、そんなにいいか。やっぱりどういう、勉強においても、その、国語とかね、数学とかっていうのは基礎になってくるので、高校レベルの数学とかできないと、経済学とかね、勉強しようと思った時にも、しにくくなっちゃうから、なんで、数学とかは特にね、力を入れてやっていくべきだと思いますね。英語とかは逆に俺はそんなに翻訳アプリとかも進歩していくし、いらないんじゃないかなと思ってるんだけどね。まあでも、大学院とかでもね、英語の実力っていうのが必要とされることが多いから、その意味ではね、英語とかも必要なのかなっていう感じですよね。英語数学ですよね。